안녕하세요. はい、今日は挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。今日はファンデム自転車にチャレンジしたいと思います。まずは一人での乗ってみたい。まずは、まずは最初はね、あれ、瀬田谷ベースのコラボ、コラボですね、これは。コラボ。あの、頭も大きいっすか。どうだろう。乗ってみたいと思います。あ、姫ちゃん乗っとったんじゃん。一応、姫ちゃんちょっと運転が荒いもんね。大丈夫？こう、ジャリ出てから乗った方がいいんじゃない？ 決めたら固まっとるよ。ちょっと軽く。うん。どの辺？向こうまで。来てみる？すごいじっとしとる。ねえ、おとなしい。いい子しとるよ。 足つける。あ、俺もいい写真撮れるかもしれない。あ、いけるじゃん。大丈夫大丈夫。もうほとんど前に乗っとる人が命は。よいしょ。いってらっしゃい。足届くか。あ、足届くよ。あ、足届く。あ、足届くんじゃん。 届かんのかと思っとった。<笑>こうかな。あ、大丈夫か。<笑>すごいちゃんとら。うん。だいたい4人ぐらい。うんうん。よく見たらいる。<笑>ね、姫ちゃん、すごいいい子しとるんよ。 まだ黙ってどうでしたか。忘れとった存在。あいつのこんな感じですよ。全然怖いし。カーボンの。これが30年前です。30年前のマウンテンサイクル。フローティング。フローティングプレートじゃん、これ。これほとんど前の人に任せとる。何だろう、知らんだろうね、昔。 これ91年、本当にアメリカのマウンテンサイクルが作ったやつだっけ。オートバイのディスクブレーキとサスペンションをコマックして作ったやつ。だけフルフローティングになってるんです。で、ここまでは油圧なんだけど、ここからはワイヤーでしょ。で、この遊びといい、本当に。じゃあ、大坪さんあれよ、これバラせるよ。うん、バラせる。これはやったよ、ボッジングで。本当30年前の自転車をレストアしたんだけど。 だけ、重たいやつとのローマがどうしても、あれよね、ダンパー量が増やさなきゃいけないから、硬いやつにせん。で、この物資なんかも全部揃ってます。これ、まあ昔のあれだけど、じゃけ、ここはワイヤーないよ。だけど、こっからはピストンで油圧で押して、こう挟む。ような、すごい構造だな。特殊じゃね。昔のマウンテン乗りをこれ見たらみんなビビると。懐かしい。<笑> 聞きがどうこういうんじゃなくて、結果一緒ですね。ワイヤーはここまでで、油圧ピストンは。いや、マルちゃん、これでトラじゃん。いや、やめて。こうしたら大丈夫。じゃあ一緒に乗ろう。乗るだけ乗ろう。次トレーラー行こう。トレーラーロングホイールベースになったらすごいわ。で、カメラはトラ持っとけ。 トラがそこじゃん。トラここそっか。じゃあ、そしたら森ができるで。ああ。で、あやちゃん。おい。うん。カメラ落とすなよ、そら。お、落としはせんけ。パスで。大丈夫だよ。待ってよ。横とかじゃないと取れんのんじゃけど。大丈夫？大丈夫。俺右側取りおるけ。 うん、一度でもペースをくれたら一つ乗らな大変じゃけんな、言っとくよ。安全上、安全上、はい、よろしくお願いします。はい。
수만가 무리무리 다요. 今トリオだけど、そもそも。よし。頑張れ。これは撮影しよるだけだけど。カメラ撮れるかと調子に乗って下まで降りてもってなかったお疲れです。山積みでまたここで待って山積みでまあまあこれ試されてるなんでございます。私じゃないよ。美味しくさ食べたらあげてください。うちの嫁が作ってくれる。手作りですか。手作りです。よいしょ。これ見たらわかるの。エアが高いな。ダメよ姫ちゃん。姫ダメだったらいい。姫食べたらギャーンちゃって。これ見たらわかるの。エアが高いな。こっちの方がスピードが出るし、
早い。取って1秒早いよって。追いつくかもよ。あ、失速した。アディア。お、24秒93。 0.5 秒差まで行かなかった。 0.5。